クリントンエンジは、カメルーンブエア出身のサッカー選手。FC ディナモモスクワ所属。カメルーン代表。ポジションはフォワード。クリントンエンジへ、クリントンヌジへと表記されることもある。オリンピックリヨンジャンジャックののしによるクラブへの助言から、2010年にオリンピックリヨンの下部組織に移籍。リヨン B チームの一員として、フランスヨンブリーグで戦った。2011から12シーズン。 リオンのユースチームで6試合で先発で14試合に出場、出場時間601分の間に5得点を記録した。2012から13シーズンはユースチームでプレーしながらファーストチームにも帯同するようになりリーグ1デビューを飾った。2012から13シーズン4部リーグでは19試合8得点、リーグ1では3試合無得点に止まった。 2014から15シーズンはリーグ戦7得点7アシストを記録 UEFA ヨーロッパリーグにも出場したトッテナムホットスパー FC2015 年8月15日イングランドのトッテナムホットスパー FC へ移籍することを発表した2020年6月末までの5年契約である2014年に母国カメルーン代表に初招集され2015年1月に 行われたアフリカネーションズカップ2015にも出場した。スピードを生かしたドリブルトッパー、高い得点力を兼備し、故郷カメルーンのレジェンド、サミュエル・エトウになずらえて、ネクスト・エトウとも言われている。また、オフ・ザ・ボールで賢い動きを見せ、常に最終ラインの裏を狙うと同時に、ゴールキーパーとの駆け引きにも長けている。ありがとうございます。